勝高柴田高綱、ね、は南北朝時代の武将、守護大名、越前、若狭、越中守護、足利氏の有力一門、柴氏、尾張足利氏四代当主。現行三年、1三百三十三年の足利、高氏の挙兵に従って、鎌倉幕府に反旗を翻し、県務政権において、越前守護職を得たが、後に、高氏が、 天務政権に反するとこれにも従って、北朝軍の有力武将となる。北朝では、北陸方面の司令官として活躍し、南朝軍の有力な司令官であった、新田義貞を撃つ功績を挙げた。やがて感動の情乱が起こると、足利忠義陣営に属して高氏と戦うが、この間に、高氏、忠義両陣営の間で離反と起還を繰り返した。高氏の死後、 一時室町幕府の最高権力を得た、ものの、間もなく佐々木同様らの作望により失脚。落中を落ちて、越前蕎麦山城にて、失意の中病死した。柴氏は、足利宗家四大当主の大使の長男、内氏から始まる名門で、成立当初より、足利の名字を交渉し、家氏以降の代々の当主が、終わり神を称したため足利終わり家と呼するなど、 他の足利一門とは一線を隠す高い価格を有した。このため、足利家の文家、所流というよりは、足利家の別家、別流の扱いであり、高常も足利終わり守る高常と表記されることも、ある。また、足利本家から独立した御家人であったため、高常の工事は、高氏の署名である、公事と同じく、北条独創家の北条高時の変記と見られる。 高津と高氏は同年生まれ、室町幕府が成立すると読む男義行が官僚となり、高津はその貢献を務めた。本格的に柴氏を称するのは義行以降のことである。以後、室町時代を通して三官令の筆頭となった、詳細は柴氏を参照。加減三年、千三百五年に、足利、柴宗主の着難として誕生する。 高津がいつ頃か徳を継いでいたかは不明であるが、父、宗主が処刑図で、創生とあることや、現行三年、1323年12月の、北条定時十三回聞くように、足利宗家の貞氏、足利三河家の貞吉らと共に出席していることから、すでにこの頃には、足利尾張家の当主となっていた可能性がある。年、1333年に、 五代醐天皇の臨時に応じた、足利高氏、高氏に従って、東幕の兵を挙げ、六原短大攻めに参加する。鎌倉幕府滅亡後に、五代醐天皇による剣務の申請が行われると、越前守護職に部任された。剣務元年、1334年、木井森さんのさざめ氏の反乱の,の際には、戦火の看ん宿しくなクスの木正重に代わりこれを、進呈した。 やがて高氏が、県務政権から離反するとこれに従って、囲碁武家方の有力武将として、各地を転戦する。延元元年、県務三年、1336年の新田義定、楠木正重との間で行われた、港川の戦いにも山手軍の王として参陣。楠木勢の大量を塞ぐなど勝利に貢献する。戦後、高が京都に、武家政権を成立させ、 後代醐天皇が吉野に南朝を成立させて、南北朝時代となると、北朝の越前守護として主に、北陸方面で南朝方と攻防を繰り広げた。港川の戦い後、新田義沢が、御子両親の王、常吉親王の両親の王を報じて、越前へ入国すると、越前での戦況は激化。延元2年、県務4年、1337年に、越前で、 こうしたいとともに、南朝方の金ヶ崎城、福井県鶴ヶ島攻め、両親のを擁した、吉定、吉明親子を破る。事実上の総大将であった、吉定こそ取り逃がしたものの、御事両親のと吉明を自害させ、常吉親王を捕らえるなどの軍港を挙げる。その後、吉定の巻き返しによって、府中や金ヶ崎城を奪われたが、高綱は平泉寺の衆刀、 自陣営に抱き込んで吉貞の攻勢を防いだ。そして、延元三年、兼務五年、1338年ルー七月、越前藤島の東明寺縄手において、ついに、吉貞自身を打ち取る対抗を挙げた、藤島の戦い。延元四年、略王二年、1339年からは、吉貞の弟、脇屋義助が、宮方の大将として立ち塞がり、 一時は、越前から加害落ちるなど苦戦を味わったが、広告元年、略王三年、1340年に反抗を仕掛け、吉助を美い、広告二年、略王四年、1341年残る、宮形勢力を打ち破り、越前を平定した。この間、着難の課長は、欧州の北畠明への抑えと鎌倉に残った、高氏の着難。 吉明の補佐のため欧州総大将と関東出事に任命されたが、秋江の進撃を止められず、延元2年、兼務4年12月25日、1338年1月6日に戦死している課長の子孫は、高水寺芝氏わとして、しわ軍に到着。また弟の家県は、欧州の統治を任され、昭平9年、文奈3年、1354年に、 王州関連に就任。子孫は、王愚一帯に土着して、大崎市、王州丹大、最上氏、宇州丹大となった。足利幕府の内紛から発展した、官能の上乱が勃発すると、はじめ足利忠義方に組みして、その有力武将となるものの、忠義失脚後に高氏方に基準。やがて忠義が南朝に降伏し高氏方に対して挙兵すると、 これにこうして、忠義方に復帰したが、忠義の死後に、再度、高氏方に基準した。この間に、将平一党における南朝方の、京都制圧においては、吉明を助けて、京都奪還に功を挙げる。しかし、将平十年、文内四年、1三百五十五年、高氏の諸子で忠義の養子である忠冬にこうして三度幕府に、半旗翻し、今度は、 自身が京都を制圧するに至った。その翌年の昭平十二年、延文元年、1356年、軍勢の衰えた忠冬方から離反してまたも、幕府へ帰参するなど、反復常なき行動を繰り返した。なお、次男の氏常は、忠冬方の離反には従わず、高氏が父、高爪から没収した、越前国を与えられている。昭平十三年、延文三年、 1358年、高氏が死去すると定発し道朝と称して二大将軍となった吉明の補佐を行う。昌平16年、公安元年1361年に、それまで執事、後の官僚であった細川清氏が失脚で南朝へ降ると一門の長老であった高常の影響力が強まり幕府の実権を掌握した。高常は、 昭平17年、公安2年、1362年に4男の、義行を、出事、官僚職につかせ、実験は、自身が握って、幕政を主導した。なお、当時の出事と官僚は別の役職で、高常が官僚として出事である義行を補佐したとする、遺説もある。また五男の義種を、小侍どころの頭人、後に侍どころか人、孫の義高、 宇治の子を引き付衆に据えるなど幕府中枢を芝居族で占めた。高綱政権下では、傍聴の大名である大内広与や参院に強大な勢力を築いた山名時氏を幕府へ基準させることに成功するなど、幕府政治は安定化に向かっていった。また高綱は将軍の威信を高めるために、将軍帝の造営費を諸公に負担させたり、諸公に付加する武家役。 税金を従来の50分の1から20分の1に引き上げて、幕府経済の充実化を図るなど、幕府権威の向上に不信した。その頃、次男の宇治爪は九州短代に任ぜられたが、南朝方に敗れて解任されると、先の越前守護の件で宇治爪と不仲になっていた。高爪はこれを廃し、義行を後継者とした。このように、将軍、 幕府権威の向上に不信した高杉であったが、その強権的な政治は諸大名や実写勢力からの反発を招くに至る。特に高杉の三男、宇治よりの衆都であった佐々木同様、京国高宇治は、かつて自身のおす宇治よりを退けて、義行を官僚とした高杉を憎んでいたため、両者は激しく対立する。昌平十一年、常時五年。 1366年8月、突如として、将軍吉明より両国へ戻るように命じられ、失脚した、常時の変。公認の官僚には同余が押す細川頼之が、就任したため、吉之の幕政復帰後も、柴氏と細川氏の対立構図は残り、三大将軍、足利義光時代の攻略の政変へと繋がっていく。都落ち高爪は、 幕府の討伐軍にくすことなく、戦い続けたが、常治六年、昭平二十二年、1367年に、蕎麦山城、福井県南越前町で死去。去年63、法名は、東光寺、後に、霊源院殿の道朝日報。なお、高津の死後、義行は、間もなく赦免され、幕府に復帰している。これらの審議のほどはともかく、 高津が、足利一門の名家として、非常に誇りが高く、高氏、同与と決して仲が良くはなかったことを伝える、逸話である。その一方で、大平記では、高津が政権を掌握した際に、道長入道、高津殿は、何と言っても鎌倉幕府の前世紀を生きた味方で、あるから、昨今のバサラ連中とは違って、礼節、ハットを湧きまえていると、高津政権が、 武士たちから期待を持って迎えられたことや、その失脚の様がその迷信、屈原と重ね合わされているなど、同情的に描かれている。日付イコール旧暦楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。